しも君が僕を見失いそうになったら、思い出のあの歌をカステレオから流して、タバコと缶コーヒー、なけなしの小銭で、明日の夢なんて見たこともなかった。本当は君の髪を撫でるような風になりたかった。だけどいつも向かい風ばかりだったね。だからいつも僕のそばにいて、もう泣かしたりしないから、僕の居場所がわかるようにこの歌歌うから。はい、皆さん聞いていただきましたでしょうか、ね、これをね聞きながらね泣いてらっしゃるねリスナーの方もたくさんいらっしゃると思うんですよ、視聴者の方もね。はい、はい、もう僕もね目頭熱い。恥ずかしいからやめろすいません、ぐるっと開けてみました。はい、開けてみました。でも本当にねいい歌なんですよこれね。あのねこうやってね通してね見てらっしゃる方もそうなんですけど、僕たちはね生でね見てますからね、実際この生で見るとね全然違いますよね。ありがとうございます。もうハートに来る。もうあのももちゃんもキュンキュン来たんじゃない。もうはい、もう心にもう届きましたね。届くっていうか、まとまってねえじゃねえか。はい、そうね、もうね谷原さんも突っ込む、はい、前半見た人は分かると思うんですけど、はい、後半はももちゃんでやってます。ももちゃんファンの方、はい、なんとね髪も切ったということで、はい、夏ですね谷原さん。いいね、なんかねいいですよねなんかうざいね俺の髪の毛ね。いやいやいや谷原さんはそうでなくっちゃ。ありがとうございます、はい、谷原さんはうざくない。ありがとう。はい、小指だけうまい。いやいやいや本当ですよね、谷原さんのねキャッチフレーズもあることですからね、うん、はい、谷原さんのね、何でしたっけ、昼はビニールハウス、夜はライブハウス。素敵なキャッチフレーズありがとうございます。これが聞きたくて僕はずっとこのフルタイミングを待っておりました。ありがとう。はい、ございます。まあねこういったね素敵な歌を歌ってらっしゃる谷原さんなんですけどね、はい、昔はね結構ねまた違った形のね歌を歌ってらっしゃったんですよね、コピーしてね。そうだね、はい、松山千春さんとかね、結構フォーク系、フォークであの甲高いこう、うん、透き通るような声を。そうそう、クリスタルボイスだったんだよ。クリスタルボイス、ね、クリスタルボイスが今じゃあうんこんな声に。いやもう今だからね、あの本当王道のフォーク、あのかぐや姫とかね。ああ、はい、もちろんだからかぐや姫のコピーバンドもやったんですよ、あの楽屋姫って名前で。谷原さん毎回ひねりますよねいろんなことで。楽天の声ずれるんですけど。ああ、なんですね、うん、風のコピーであるガセっていうのがやったんですよ。これも逆転がこうずれてる。あ、すいません、個人的にちょっと受けました。すいませんね。いやいやいや、タニアンさんの面白い。いやいや、そんなことないですよ。ね、ももちゃんはでも多分誰も分かってないと思いますよ。分かってないよね。ももちゃん先生にかぐや姫とか言っても分かります。いやいや、名前ぐらいは分かりますよ。あ、分かる？はい。あ、本当？南光節。あ、分かりますよ。もちろん。もちろん。グループだよ。あー、はい。うんうん、分かりました。やっとつながりました。そう、はい、今かい、はい、そうですよね、まあ、夢の曲もありますし、はい、ホークって言われたらね代表的な方でもあります、うん、かぐや姫と、あともう一つ誰でしたっけ、あのガセじゃなかった、風はい、うん、結構年代上の方になるとですね、もう本当にね、うん、知らない人いないっていうホークグループの皆さんのね。そうそう、僕だから伊勢正三さんのパートで、はい、二勢正三って名前でやってる。うまいな、もう谷庵さんそうやってライブの MC をそうやって使ってるんでしょ。そうだね、そうだね、もうね多分もうこれを見てらっしゃる方ね本当ね、もう楽しんでもらってると思います。いやいやいや、ほんととんでもないです、そうですね、まあ谷原さんもねこうやってねこんないろんな方をねコピーされたり、うんうん、オリジナルとかやってないんですか。オリジナルはね、でもねギター始めて2ヶ月で作りましたね、はい、お、早い、うん、始めたの結構遅いんですよ、高校になってからでギターを弾けるようになったのがね。あ、ほんですよ、それ遅いんですか、うん、みんなね中学の時に弾いてたんだけど、あのみんな家にギターを持ってるやつがそうだったんだけど、僕ギター買えなくて、やっとお年玉で、高校の時お年玉で買えて、それから一生懸命初めて2ヶ月でオリジナルを。おー、うん、初めて2ヶ月オリジナル作る人もなかなかいないと思うんですけど、逆に、はあ、なんかかっこいいなオリジナル作ったらとか、あと基本はあれじゃない、みんなあの
ギター弾いたらモテると思ってやるじゃない、うん、まあ最初はね、うん、まあ最初はそうですよね。でもね、はい、最近気づいたんだよ、あのギター弾いてモテるというか、はい、あれモテるのバンドマンなんだよな。フォークシンガーは、ね、全然モテないんだよ。そうなんですか。そうだよ、うん、まあ、時代によると思いますけど ね、 フォークブームとかそういう、ね、時もあったと思うんでね。しまってバンドマンになっときゃよかったなってなそうですね、うん、はい、フォーク世代、そしてイカ天世代、うん、そしてレリアは何世代。エリアは何世代だろう。歌番世代。歌番ってあのテレビ番組ですか。まあ、はい、あ、歌番っていうあのトンネルズの、あ、なるほど、ね、はいはい、番組がね、番組やってた、はい、すいません、あの僕たち2人ちょっとあの時代が離れてますんで俺らザ・ベスト10世代だもんな。あ、もベスト10トップ10は間違いないですね。そうだな、はい、もう本当に、うん、あ、違うんだな、はい、そういう世代を得てね、うん、まあね、谷田さんの歌がね、どこまで響くかというはい、もう本当に歌い続けてほしいんですが、はい、はい、近々ライブのご予定は。そうですね、本当8月の20日にですね、はい、毎月恒例でやってるんですけど、はい、ガーラムというライブハウスで、タニアンのイエーってイエーライブ魂の対バン編っていうのが。おお、ここもね、ひねってますね、イエーってイエーって、もうね、どんだけ親父まるまるですよね親父だから。ああ、そうそうそうですね、はい、毎月あの対バン相手を決めて、うん、こうあの差しのあの対マンでやってるんですけど、はい、今おかげさまでね、結構なんか挑んでくるのが多くて、お、タニアンさん VS ホニャラカホニャラカ。だから先月はもう高尾シンで、おお、前回出ていただいた高尾さん、うん、はい、うん、非常に濃い高尾シンと高橋優太というと非常に疲れる。あ、そのね、全然前回出ていただいた高橋優太くん、うん、おお、もう挑んだんですね。疲れますね、やっぱりあの疲れますと、おお、まあ、気を抜いたらこう噛み殺されるぐらいの勢いがありますからね。そういった部分でね、うん、気の抜けない2人だったということ で、うん、 で、 ね、で今回も8月20日対バン、はい、魂の対バン編で、え、誰が出るんですか。エイジ&剣謀というですね、あの長渕剛のコピーでは、はい、大御所の方で、ああ、そうなんですか、ね、おお、これまた、うん、濃ゆいですね。濃ゆいですね。暑、はい、いですね。暑いですね。やっぱり暑い夜には暑い曲が聴きたいね、もーちゃんね。ですね。長渕ですか。長渕ですね。長渕のグループ対谷庵さん。長渕対清志郎みたいな感じになるのかな。おー、はー、なるほど、なるほど。メインはそうなりますよね。なりますね。じゃあ8月20日、ガーラムさん。ガーラムに、はい。これはぜひとも、この日8月20日はあのバンジャクスさんもね、ライブ入ってた、入ってたんですよね、高橋優さんとね。そうですね、あのウェザーキングで、ユータはそうだよね、はい、入ってたんでね、ぜひともね、あの何時からスタートです。8時スタートで、8時スタートということは、早い時間にウェザーキングに見に行きまして、バンジャクスさんと高橋優太君を見に行って、うん、その夜はガーラムガーラムで、ガーラムですよね、魂の対バン対決を、遅くに来られた方もね、そうそう、あの真夜中の対バン編っていうのがありますんで、あ、本当ですか、はい、もうおまけ付きですね、おまけ付きです、こっちの方が好評じゃないかという話なんで、はい、ね、そこで誰が歌うかも楽しみでございますからね、はい、ぜひとも8月20日もね、もうググッと濃ゆいね、はい、ライブ三昧で楽しんでいただきたいですよね、はい、はい、じゃあですね、次回のね、あのね、もう今日本当ね、谷谷さんがね、うん、熱いコメントいただきましたんで、はい、次回のゲストをね、紹介していただきたいんですけど、はい、よろしいですか。言っていいんですか。もう今回ちょっと言ってもらっても構わないです、はい、いいですか、はい、あの僕とですね、もともと今もやってるユニットのメンバーで、はい、僕とボーカルが変わっただけで、マジビーツというビートルズのコピーバンドが、ああ、ビートルズ の、 あのイベントには必ずあの紹介させていただいたんですけど、はい、前回ビートルズをやってらっしゃるマジビーツさん、マジビーツ、うん、これまた楽しみですね。僕は名付け親ですから、ね、ああ、そうですか、僕はね、あのレノンっていうですね、あのビートルズをモチーフにしたお店をやってるんですよレノンっていうお店のねバーをやってますので、はい、してます、ぜひともね、ここはね協力的に応援したいと思いますので、はい、レノンっていうバーをやってますので、はい、すみません、すみません、はい、マジビーツとか結構いいんじゃないかなって僕も思いました。ああ、本当ですか。結構気使う方なんです。ああ、もうすみません、うん、もうこんな大先輩に気使っていただきました、うん、ですわ、で、では、いやいやいや、ではもう来週のゲストは、はい、マジビーツですね、皆さん楽しみでございます、はいはい、で今回のゲスト本当にありがとうございました。タニアンでした。あ、タニアンさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週も見てね。タニアンさん最高。傷ついた翼を広げ行くぜ。